皆さんこんにちは、ロンリーボイスセッションケニー木村でございます。今日はですね、岡村和義という岡村康之さんと斉藤和義さんが2人で、組みましたユニットっていうのかなのお話をしたいというふうに思います。以前ですね、この番組で、私が音楽業界にいた頃のお話というところで、岡村康之さん、ちょっとややこしいですけど、岡村康之さん、岡村ちゃんですね、のお話をさせていただいて、結構な数字をいただきましてありがとうございます。見ていただいた皆様、今回はですね、事実的に彼に会ってどうのこうのって何もないです。このユニットがスタートしたからだと思うんですけども、この番組のその岡村康之さんの回の数字がまたぐんぐんとですね上がってきておりまして、それに単純に便乗しようというだけのせこい番組でございます。もう本当にあれからだいぶ経ってますので、ちょっとですね、その当時の印象と変わってきたところもありますし、あとは音楽的な部分をですね、私なりの、ご意見をさせていただこうかなというふうに思ってます。あくまでも私のご意見でございますからね、全然気にしないでいただきたいというふうに思うんですけれども、今ですね、目の前に岡村和義のお二人のですね、公式ホームページというのがありまして、真っ赤なバックグラウンドに真ん中だけくり抜かれたところに二人の姿が映っていると、こういうのがあります。でその下をどんどん行きますとですね、なんかライブをされるのかな、5月6月で8カ所12公演での全国ツアー開催となっておりますけども、まだそんなに楽曲がないと思うんですが、まあお二人ともですね、ちゃんとそれぞれ、ヒット曲なんぞを持って代表曲がいっぱいありますから、それらを二人できっとやったりするのかな、まあカバーとかもするのかもしれませんけども、まあ番組で NHK のリリー・フランキーさんがやってらっしゃるその、ザ・カバーズというのと、それから同じく NHK のソングスですね、この2つにですねお二人が登場しているのを拝見して、でその中でこの演奏シーンとかも楽曲なんかも聞いてみましてですね、お二人とももうそろそろアラカンでございますからね、いい年ですから、割とこの落ち着いた感じのその大人の古き良きロックをこうやってる感じがしました。で自分もですね、楽曲的には好きなジャンルといいますか、耳心地の良いサウンドだったので、ああこれはいいなと思ってます。でまだ現状あれですね、フルアルバムみたいなものはできてないんじゃないかと思うんですけども、もしフルアルバムがもう出た時にはですね、ぜひ聴いてみたいなというふうには思ってますし、機会があればこのライブなんかもですね見てみると面白いのかなというふうに思います。で岡村さんですよ、岡村ちゃん、もうだいぶその私が初めて会った時のですね、もう目がギンギンな目からですね、だいぶ優しい今、落ち着いた感じの目つきにこう変わっています。で、物腰もかなり、柔らかくなったなというふうに思いました。まあ、あれから40年ぐらい、経てますからね、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、でもなんとなくですけど、このあの当時ですよ、あの当時は、このまま大人になるんだろうなというふうに、思ってましたから、こんな感じのもうずっと、尖り続けたおじいちゃんになっていくんじゃないかというふうに思いました。で服装なんかもですね、もうあの当時はレコーディングにですよ、上下真っ赤なその革ジャンだったかな、ちょっとねテカリの入ったようなやつを、着てきて、なんかこうでっかいサングラスっていうんですかね、をかけてスタジオに現れたっていうのもちょっと思い出したんですけども、あの雰囲気のまんま年を取っていくんじゃないかなというふうには思ってたんですが、今は割とこのホームページなんかも見るとですね、まあ、ジャケットでネクタイを締めて、でほぼほぼあの黒縁メガネもそのままかけたまんまになってる感じですね、あるところから。でそれを外したりはしてないようです。であれを急に外すとですね、昔のあのギラッとしたギラついた、バッキバキの目つきに変わったりするのかなというふうに思いますけども、
まあ今すごいこう優しい穏やかな表情だなというふうに思います。そもそも斉藤和義さんの方はですね、もうずっと、若い時から穏やかな表情なので、この2人がこう並ぶと、本当にいい年を取ったおじさんたちがですね、柔らかいその耳障りのいいロックをやってくれるんだと、そんなような印象でございます。でそもそも本当にその岡村康之さんに関して言うと、テレビへの出演、こういう音楽番組への出演なんていうのは昔だったらほぼほぼ考えられなかったんですけど、まあ、今の時代というのもありますし、それからまあ、彼の歴史の中にですね、ちょっとあまりこう触れたくないようなあの部分もあったりするので、その辺の部分も今時間がだいぶ経って、まあ、まろやかになってきたというところもきっとあるんじゃないかというふうに思いますし、まあ、そもそも、これからですね、その岡村和義にファンになるような若い方々はそんな、ところもつゆ知らずだと思うので、もう一花ですね、なんかこう咲かせてほしいなという気持ちがすごくあります。で斉藤和義さんは割とこうコンスタントに、まあ、テレビにも出演をされていて、ずっと音楽活動、ライブにしてもレコーディング、要はアルバムを作る、楽曲をこうリリースするみたいなことはずっとやってきた方なので、そういう部分もひっくるめて、その本当に岡村さんですよね。岡村さんがこうやって、また身近で見られる環境になったっていうのはすごくこう自分とても嬉しいなというふうに思っております。で YouTube の方でもなんか岡村和義さんのオフィシャル YouTube チャンネルというのがどうやらあるらしいので、一旦、そのあたりの情報もですね、リンクの方をですね、貼っておきますので、興味を持たれた方はですね見ていただければなというふうに思っております。でですね、その2人のライブの情報なんですけども、これをリリースするのが割と早めになると思うので、5月の30あたりからでしょうかね、30日が福岡ゼップ、6月1日が広島、2日も広島、そして6日か東京のゼップダイバーシティ、お台場ですね、お台場のゼップでやるんだ。あ、これなんだったらちょっと見に行けるかもしれないな。東京はその6月6日と7日ですね、木曜金曜、あ、面白そうかも、ちょっと行ってみようかな。今チケットをですね確認してみます。岡村和代出てきましたね、6月6日7日、もう3月から売ってるので、もうすでにソールドアウトしてるかな。ちょっと見てみましょうか、チケピで見てみましょうかね。あー、予定枚数終了、そりゃそうだよな、残念。ちょっとマジで行く気になったんですが、まあしょうがない、他にですね方法が若干ないわけではないので、まあ、裏から手を回すという話ではないんですけれども、ちょっと聞いてみようかなというふうに思っております。まあまあ、もしこれですね行かれる方いらっしゃったらすごい楽しみにしてるじゃないですかね。本当に私のその岡村さんを取り上げたところでもいっぱいいろんな方からコメントをいただきまして、本当に、岡村ちゃんファンの方々っていうのはもう根強くずっと、ファンで居続けていらっしゃる方々が多いので、きっとですねこのゼップあるいは日本全国のこの今回の岡村和義のライブに行かれるんじゃないかなというふうに思います。すでに行かれた方もいらっしゃると思います。もしよかったらどんな感じだったのか、またコメントとかいただけるとですね嬉しいというふうに思います。今後もですねこの番組といいますか個人的にはですね、岡村和義も、岡村ちゃんも、斉藤和義さんもですねずっと、注目をしていきたいというふうに思います。今回は、便乗ネタでございました。それでは。